加納龍と僕のウェーブジャンクって言ったところであんまよく知らないから。そういうこと。さあ、お願いします。僕のですよ。僕が喋るんですから。あれ、フライングみたいなの、それ言ってください、それ。言ってくださいじゃないですよ。僕は正々堂々と僕が僕として喋ってお届けしてるのがこのウェブジャンクですから。いえ。あなたは加納龍みたいな、その、ボーリングが上手いタレントぐらいしか引っかかりがないところで。そうなんですか。そうなんですか。あんま知らないです。だと名前だけで今いい。あれ、ボーリング多分プロのライセンス持ってんじゃないですか。あ、そんな上手い方なんですか。そうですよ、そうですよ。それぐらいの手探りな感じの、ただ単にチンキに聞こえる名前だけを連呼して、いや偽りの名前でね、お前加納龍に訴えられる。そういう、いやそういう約束だったんじゃなかったでしたっけ。いや、あれ違いましたっけ。違いますよ、全然違いますね。すいません、なんか、うん、まあさ、加納さんさ、そんなもん、いやもうすいません、加納じゃないんだよ、もう誰ですか。河野で。あ、河野の方ですか。河野の方でお願いします、ね、本当に。まあ河野と加納はちょっと似てますから。おお、ああ、訴えられた時にはちょっと間違えたって。あ、なるほどね。ちょっと間違えた、はい、ちょっと似てますからね。ミステイクだってことですね。そうです。それより僕の股間はドコモだけによく似てるんですよ、見てくださいなんつってるうちにごまかせますから大丈夫ですね。ドコモだけあれすごいですね。あれ何がゆるくないですか。ゆるあのキャラクターずるいよな。なんかな、ゆるいの、ゆるいのずるいですよね。あれ俺たち絵心がないからさ、あんまりちゃんとした絵心がないからさ、はい、誰が絵心がないだ、俺はすごいうまいよ、うん、ダリみてえに、お前、ダリみてえ。そこまで？で、まあまあ、そのさ、まあ、ダリはさ、誰のこと？僕。自分のことをダリって言っちゃった？僕のことダリ。ああ、じゃあまあ。まあ、まあ、俺的に言わせればさ、はい、ダリ的に言わせればさ、まあ、その、まあ、コッホ的に言わせればさ、あ、コッホね。最近学者じゃん、コッホは。まあ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 。バスツールは。みんなもういいですよ、だからもう。まあ、北里もそういうことではまあ頑張った方だけど、柴三郎。あのさ。なんすか。もともとすごくデッサン力が上手い人が、はい、わざわざ線を省略して緩く書いて、はい、下手馬っていうか、緩いの作ったりするのに関しては、すごいと思うよ。まあ、一周してる人は、極めてそこに行き着いたみたいな。でも俺らは、一周してかどうかわかんないから、はい、なんだそのペン状の落書き見てやつ、ああ、わかりますね。なっちゃうでしょ、はいはい、なりますね。だから、ドコモだけに関しても、ものすごいリアルな弾痕のやつと、ドコモだけと両方、ちょっと怒ってるみたいな。そう、ものすごいやつよ。もうびっくりして、八切れんばかりに怒涛したやつを、と、ダブルでやってくれれば、俺たちも、あ、うまいんだと。うまいけども、あえてこっち、あえてこっち選びましたね。ファミリーに向かねえ。ファミリーに全然向かねえから、こっちにしてんだなっていうのをやってんないと。どう？やる気満々のオットセイはわかるじゃんか。あの人は多分うまいんだろうけど、はいはい、ここは、やっぱり電車の中で読んだりもするから、オットセイなんだなって思うけど、はい、そこですよ。そうですよね。でもなんかちょっとブームなんですか、ああいう緩いキャラクターを、なんか作るっていう。三浦さんが困ってるよ、だから。ああ、三浦淳さんなんかに言わせると、はい、三浦淳さんはわざとじゃなくて一生懸命やって緩くなってるやつの抜け具合が好きなんだけども、ね、はいはいはい、緩キャラ俺分かってやってっからみたいになられちゃうと笑いづらいみたいなとこあるじゃん。ああ、もうあえてそっち行ってるみたいなとこがもうきついと。ブームなんだろうね。かといって、まあ、ものすごい激画タッチのああいうキットラップが作られてるから、それは困りますよね。それはつけづらいですけどもね。いろいろあったし、思い出そうと思っていいこと一つ思い出せないけれども、まあ、でも悪いこともなかったなっていう顔で笑っている、東北の乾村のおばあさんみたいなやつの、もうわかんない。すっごいリアルなやつのストラップはきついだろ。きついですよ、確かに。きついよ、つけて見ただけで、その今の淳さんの描写が浮かんでくるわけですよ。全部。耐えらんないですよ、それ。かもなく、不可もなくの約一世紀だったっていう。100歳も来たの？ 100 歳、97。97を？ 97、明日死ぬ。明日死ぬ？明日死ぬ。伝ってくるんですか？それもなんかビンビン来るの。ビンビン来るやつ。うますぎて。それがストラップですか？ストラップなのよ。きついなぁ。で、そのところになんかわかんないけど、パケット割引みたいな。必ず。申し訳ない。なんか割引言われて申し訳ない。俺おばあちゃんに頼りを出さなきゃって思うね、それはね。申し訳ないおばあちゃんってなっちゃいますよ、それ。それもそれで問題なんですよ。得感ないですよ。しょうがないです。それはしょうがないんですよ。最近どうだいね、それで言って。それで言って最近どうだい？最近ね、僕、まあ、僕、ほんとなんか、おかし、僕がおかしいのか、お僕の周りがおかしいのか、っていう出来事、まあ、二択、オッズは、オッズは、オッズは出てる。オッズは僕、50-50だ。
50-50 だと思うんですけど、50-50 ね。ちょっと聞きたいんだけど。でも0と00の時は親に取られるんだよね、それね。ゼロと狙って入れられるんだろう、どうせ狙って入れられるんだろう、お前。書き落としてんすかね、書き落としてんすか。あ、そういう話じゃない。そういう話じゃない。そういう話じゃない。俺の資産運用の話じゃないの。運用しようとしてんすか。俺こそ渡辺の、渡辺さんの1億2000万の話じゃないの。あるんですか、そんなに。1億2000万の、司会で800万の話じゃないの。司会で800万の、僕も被害者なんですとも言いづらいみたいな。そういう話ではないのね。あ、違います。そういう、六本木ヒルズ族には、関係ない話、ね。関係ない話です。関係ない話なら聞きます。全然投資系の話じゃないんで。大丈夫ですか、僕はそういうの嫌いですから。なんかわかんないこと言ってお金が増えるなんだ。絶対騙して。最近ね、まあ、この番組の、この番組っていうかね、ジャンクのね。ジャンク自体、本体の本体のアルバイトをさせていただいて、こう、来る前に、お買い物に行くわけですよ。行きますよ。いろんなお茶とかね、飲み物とか買いに行く。あれとかね。そうそう、あれあれあれとか、あれあれとか、あ、なんだろうけど、教えないよ、教えないよ、絶対教えない、あれだよ、あれあれ、祝いの低脂肪ヨーグルあれだけどね、もうこうこうだ、こうこうこう入っちゃうんですよ、こう入ります、こういこう小小小学校、祝いの低脂肪ヨーグルあれね、あヨーグルあれね、ヨーグルあれね、そういうのもだから、もういろいろ買い物するんですけど、はい、います、それはまあ近くのあのスーパーにね、はい、買いに行くんですけど、はい、まあ毎回、まあ結構な量を買うんですよ。はい。で、買いに行くと、まあ時間帯がだいたい4時半とか5時とかなんで、結構、混むんですよね。はい。混むんで、お台場 .com、お台場 .com。混む、COM。そっちの、ね、あれはね、コマーシャルの略なんだよ。へぇー。ね。いや、違います、違います。いや、ほんとだよ。違う違う、そういうことを聞いて。本当だって違うの。そこの違うじゃん。COJP とか、あん中のコ、COM のコムはコマーシャルの略だっていう。それは。クイズがわかんなくて、俺、大恥書いたんだから。いや、違いますって、だから。その話を。違うわ、違くないんです。コマーシャルなんだって。はい、それは正解です。それは正解かどうか俺わかんないですけど。空手家のことがみんなわかってんのに、俺わかんなかった。違う、その話をしてるんじゃないっていう違うですから。僕が言ってんの。そのコムじゃないです。重ねた方がいい。もういい。だから、コムんで、じゃあ、ドットコムんですよ。ドットコムでしょ、コムでしょ。コマーシャルもいいですよ、そういう捉え方でも。はいはいはい。コムんですよ。で、いざね、レジに行った時に、はい、店員さんが、うん、いらっしゃいませーって、すごいいい声を言うんですけど、顔が明らかにめんどくさそうな顔してるんですよ。ダーみたいな。あのね、それは僕もね、かねてから言おうと思っていました。あ、もしかして、僕と賛同の。はい。僕の家のそばのコンビニの店員さんも、はい。温めてくれって言うと、はい。いや、あれでしょ？もう、あれ？あんた、あれよ！なんなんだと！むかつく。むかつくでしょ、あれ！で、お箸とか入れねえからさ。ああ、そうそうそう、入れない。で、こっちがさ、あ、すいません、お箸って言うと、はい、そうそう、なんかもう、わかった、やるよ、そんなに欲し、そんなに森林が伐採したくないな。そんな環境問題まで多分入れてる、入れてる。感情入れて。お前言っとくけど、あれだと、お前森林伐採うんぬん言うけども、意外に今割り箸っていうのは、はい、材木にした端っこのとこ使ってるから、はい、一から切ってるわけじゃねえぞって言い返したいけど、まあそういうこう、サイコキネシス合戦みたいなのがあって、あって、まあなるほどね。やっとお菓子がいただけるみたいな感じ。いや、だからそこも、いやいや、ね、買うじゃないですか。まあ結構な量ですよ。カゴをいっぱいに買って。でも、いや、だからお箸とか普通、もうそんだけ買ったら、まあ2、3本つけますとか言うじゃないですか。言うでしょ、言うでしょ。こっちが言わない限り、一切。一切でしょ。で、すいません。あ、で、僕も、そう、なんか上から言うのも嫌なんで、申し訳ないですけど、ちょっとお箸3000ぐらいいただけますかって言ったら、あ、使うんですかみたいな。言われるんですよ。それは相当省略されてるよ。お前どうせ手掴みだと思ったよ。で、ちょっと進化したのか。あ、いや、いよいよネアンデルタル、ネアンデルタルおめでとうみたいな。ネアンデルタルおめでとうだな、みたいな。進化を？このウホ、このウホ。このウホが。このウホ。このウホ進化したか、この野郎と。進化したか、この野郎と。おー、いっぱい。何なんだとって。いっぱしのことを言うようになったら、チャップスティックスか。チャップスティックスか。みたいな、そういうやつが、入ってんだよ、それは。お箸でいいじゃないですか。なんだよな。俺もそれは本当同感なんだけど。きついんですよ。それは、我が国の終身雇用制の崩壊が根底にあるのです。はい、またでかいこと出てきましたよ。なんで終身雇用制の崩壊が分かんない。手探り？僕手探り。そんなんじゃねえの。もうちょっと
転がしてから手探りとか。あのね、はい、昔は終身雇用制ですよ、基本的に。終身雇用制ですから、一回ああいうところのスーパーでも何でも正社員になれば、はい、要するにその人はずっと年功序列の給料をもらって、1年目より2年目、2年目より3年目は給料上がっていくわけです。でいて終身雇用ですから、定年にまで行けるわけです。はい、でいいか悪いか別として能力制ではなく、基本的にはそこの会社にずっといることっていうのに意味があるんです。ところが、どうせバイトですから、どうせ時給ですから、なるほど。このバイト先をクビになろうが、はいはい、このバイト先が潰れようが、はい、変な話関係ないんです。なるほど。いやね、それは、まあ、ちょっとわかるんですけど、いやね、僕がいつも行ってるスーパーで、うん、毎回そっちっていう人は、お名札に、主任って書いてあるんですよ。うん、おいおいと、お前主任だろと、主に任されてんだろと。本当に主任？主任ですよ、もう。死人の方言ですよ。もう屍だから、もう。屍、俺もうどうせ死んじゃってっから、みたいな。自爆霊のように。それはまあ俺がたまたまレジで死んで、ここにぼーっと出てるから、レジやらされてる。いや、それはだから僕はネアンデルタールでね、言語がわからなくて、その、主任を死人と読み間違えるという。逆逆、死人を主任と。死人を主任と間違えるぐらいの知能しかなかった場合ですよ、それは。じゃあ、あり得るってこと？いやいや、一応ほら、僕もね、一応高卒ですから。そうだよね。一応高校、いや、伊集院さん、なんですか、仕事しましたけど。いいじゃん、高卒の方。いやいやいや、高卒の方。すごい高卒の方を中心に喋ればいいんじゃないの？いや、そういう意味でよ、これ。そういう意味で、いや、僕はネアンデルタルじゃないよっていうことを言いたかったんだ。ただでさえ、バカな学校の体育科だろ。まあ、中卒の方も変わらないですよ。学部は何？野球部だろ？だろそんな学部あったんですか？そんなとこだろ、どうせ。まあまあまあ、だから一応。気持ち悪い、気持ち悪い。まあ、ちょっとそれね。そっちから願いさせて。カムバック、カムバック。何？光るカムバック。ただいまーす。おやついつもの戸棚の中。戸棚の中よ。戸棚の中を開けたら、お、だし麺に今日はお砂糖水が湿らせてある。美味しそう。チューチュー。チューチュー。ひでえの子だな。チューチュー。でも、嬉しそうに食ってるから。味がないもん。もう味がない。味がないから。お、ただいま。ただいまー。母さん、留守中に電話はなかったから、シンジケートから。ねえ、何？なんだよ、どこに帰ればいいのか分からなかったよ、俺。その、だから主任ですよ、主任。これそら大問題だな。主任ですよ。主任が、自ら。みたいな。いや、声は本当に普通に、だからもうベテランだから、もう、よしやさんありがとうございます、みたいな、何点、128円が1点、みたいなこと言うんですけど、態度が明らかにもう。お前はな、そういうことだからダメなんだよ。僕ですか？お前だよ。主任じゃなくて。主任だね。俺はもう、主任派に寝返ったんだ。いや、なんで寝返るんですか？主任側だ。俺は主任側だ。なんでですか？役職がついたやつにはもう寝返ることにしてんだ。長いものには負けない。主任の気持ちにも慣れてんだよ。なんでですか？はぁ？お前がそうやってそうやっていっぱい山ほどこうやって買うわけじゃんか。はい。なんで言って、はい、お前はそれで僕がいっぱい買うお得意さんだから早くしてくださいませ。いやいや、そんなのは思ってない。なってんだよ、なってないです、なってないですって。タクの主人はでございます。タクの主人は外務省でございますですよ、お前の態度が。それに対して、お前一人に買ってもらうよりは、大勢の人がスムーズに買い物をしてくれる方が、はい、俺はもともと死んだ親父にそう教わってんだと。一人のブルジョワジーに、富を売るぐらいだったら、庶民に喜んでもらえるお店を、庶民に喜んでもらえるお店を、はい、父さんそれは分かったからもう喋らない方がいい、喋らない方がいい。おい、店の明かりが切れた。店の明かりが切れた。お父さん？お父さん？全然そんなことないってお父さん。お父さんの作った島田屋の、おネオンはピカピカ光ってるよ。いやー、切れて。おはよう。ねえ、おいおい、ちょっと知られよかよ。知られよかよ。すげえ、今和の際ですげえ。そこでも電気のことを考えてる親父かと思ったら、寝てんの？寝てんの？24時間やってるんですよ。バイト代ケチって一人でやったから。一人でやった。そっちの方がひでえ、なんか。って寝ちゃうから。寝ちゃうから。そういう豚パラ入るんだよ。そういうお父さんだ。しょうがない。そのお父さん、呆れて家を継がなかったから。主任も。いやだってそうだ、おかしくないですか？まあね、あんだよね、そういうのね。まあ主任、まあレフトベースだけど、コンビニのバイトとかもすごいのいるよ。この間フライデーの、はい、閉じ込みを破ってるコンビニのバイト。アルバイトの人が、袋閉じみたいな。破ってんだ、夜行ったら。立ち読みしてる人いるよ。で、行って分かる。それは許す範囲はさ、はい、経営者だったりとか、自分がバイト経験あったりなかったり、全然違うと思うんだけど、はい、
客来てねえなと思ってさ、その、牛乳の箱みたいなの座ってさ、こう本読んでたりする人はいるじゃん。はいはいはい、はい。まあ、それいるの嫌だけどいるじゃん。はいはい、はい。そいつ平気で破ってん、チョップで。チョップで？チョップで。カッターとかそういう、定規、定規、チョップ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 。出た。チョップ。ジャニーズチョップ。え、なんちょっとチョップ気に入ってんの？いいさ。チョップ。なんで、ジャニーズチョップ。チョップ。いや、でもいいですね。わかりましたよ。チョップで切ってんだよ。ほいで、俺行ってこう本買おうかなと思ったら、そのチョップでお前切ってるとこから俺ずっと見てっかんねっていうやつを、はい、平気でこの棚に戻してんの。棚に？うん。いやいやいや、例えば、もうさ、はい、世紀末だよ、完全な。始まったばっかなのに。始まったばっかなのに。隕石始まったばっかなのに。もう全然俺の胸の7つのこの星の後の意味を教えてない。何しろ、何しろそれ。何しろですか、それ。これは教えられないけども、何しろなのか教えられない。教えられないですか？教えられないけれども。地図当たりましたっけ、7つも。え？ありますよ。あるんすか？今はうまくその傷をごまかすために、はい、7個乳首がある人に聞いてますけども。え、実はあんねん、ごまかせるんすか？ 7 個で。牛よりちょい多めですね。言われるぐらいにはなってますけど。全然気になりますよ、それ。これは世の中は大敗しきってるな、マッドマックスだなと。すんごい思いますよ。いや、でも僕もコンビニでね、アルバイトしてたんで、うん、その雑誌系で、まあ、破りはしなかったですけど、例えば休憩中とかに、まあ、今週出たジャンプとか読んで、まあ、飯とか。泥棒泥棒泥棒盗んだよ、俺のワンピースがちょっと減ってる、面白さがちょっと減ってる。え、なんでですか、なんでですか、お前が読んだ分だよ、お前が読んだ分ワンピースがちょっと減ってるんだよ。誰よりも早く読みたいんですか、誰よりも早く読みたいとか、俺んなもん買うからには、俺なのになんでお前がもう見てんだよ。ええ、まあ、すいません、なんかそれ。え、そうでしょ、お前は正確に言うと、はい、今ジャンプ大体いくら ?100、180円。そんなやつ180円。200円ぐらいじゃないですか。200いくらするよな。210円とか言うんじゃないですか。そうだよな。210円がするんだろ。はい。お前はその110円取ってんだよ。そんな取ってます？取ってるよ。だってさ、駅の網棚からさ、持ってきて売ってる人100円だからさ、一回読んだジャンプは100円なんだもん。そうですよね。いや、じゃあ、もう、立ち読みの人たちもってことですか、じゃあ。あいつらも取ってる。あいつらも、取ってる。110円取ってると。前も言ったかもしれないけどさ、はい。俺ね、立ち読みが苦手なの。はいはいはい。うん、すごい苦手だから、あんま立ち読みはしないの。はい、はい、はい。で、だから、だから言うんだと思うんだけど、世間のラインがわかんないから、立ち読みって別にそんなに悪いことじゃないじゃん。はいはい。まあ、これも本屋さんとか聞いてる人の事情で全然違うと。そうですね。思うんですよ。はい、あと、ほら、生まれたての子馬とかだったら、必死で立ってるから、読ましてって思うだろうし。立ちの意味が違う。立ちの意味が違う。立つの自体が必死だから勘弁してみたいな。あと、みんなに感動も与えてるから、みんなに感動もみたいな。読めるんですか、子牛も。いや、子馬。あ、子馬。子馬。子馬。子牛は割とすぐ立つ。あ、うん。詳しいな。がっしりしてる。がっしりしてる。ね。はい。あるだろうけど、俺が買いに、もう、俺はその時に、実はどんどんがもうすごい欲しい。実はどんどんを買いに行って、1軒目ない、2軒目ない、3軒目でやっと実はどんどんがあって、はいはい、それで実は最後の日だけど実はどんどんを立ち読みしてる人っていうのに、はい、ごめんなさい、買いますって聞いていい？そうですよね。でも、嫌なやつじゃん。ですよね。そいつは実はどんどん、そいつと俺は実はどんどん仲間なのにも関わらず。そうですよね。ね。どんどんずなのにも関わらず。ちょっとなんか楽しそう。そういう時にすごい思うんだよ。何が正しくて、どこまで、ね、コンビニの店員から、はいはい、店員経験があるものからしたら、はいはい、お客さんが入ってない時に、立ち読みしてて、お客さんが入ったあたりパッと置いて、いらっしゃいませってちゃんと元気に言えれば、それはいい店員でしょ？はい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 。そうでしょ？あ、まあ、まあ、基本本当は読んでない方がいいんですけどね。いいんだけど、許せる範囲でしょ？はいはい。そうだよね。はい。どこからダメなのさ。やっぱでもよくいるのがやっぱ。あれは、さ、コンビニあるさ、はい、ちょっとさ、鷹の爪の切ったのが入ってるさ、きゅうりの漬物あんじゃん。はい、はい、はい、あります。あれのつゆだけ飲んでて、今。つゆだけ飲んで。ダメでしょ、それは。俺は。飲んでしょ、うん、俺はいいわ。捨てんのがめんどくさい。つゆ捨てんの、すごいめんどくさいから、ちゃんとアルコール消毒してから、飲んでアルコール消毒しといてくれるなら、あれは俺はいいわ。だったら、つゆなしのを販売してもらった方が楽じゃないですか、それは。それはだって、ほら、もうやったつもりになってるから、向こうは。ああ、そうか、そうか、そうか。全然だから。
だどこまでダメかっていうのはすごいあれだよね。難しいですよね、そういう線引きね。うんうん、僕あれはじゃあ唐揚げくんくださいっつって、はい、はい。今増量中の分だけ1個くれませんかっていう原因。増量中なの知ってましたって言って、よ、知らなかったです、知らなかったです。あ、じゃあ、一個。それダメ？買ってくださいよ。知らなかったわけ。そのお客さんは。俺店員だよ、店員だよ。はいはいはい、お前お客よ。はい。ちょっと唐揚げくん買いに来て。いや、だな漫才みたいな。何で？何で？ピンコーン。すいません、唐揚げくん、いただきます。あ、違います、僕、頼みます。頼みます。いや。いや、田中さんですか？はい。じゃあ、田中さん申し訳ないですけども、はいはい、そこのね、ホットコーナー、ホットスナックコーナーにある、はい、唐揚げくんという商品を一ついただきます。唐揚げくん！唐揚げくん！知り合いの人！いるの？ちょっと待って。はいはい、ストップ。はい、ストップ。いるの？いるよ。はい、じゃあ、いる。俺とおそばの早番の金塊で、そのままでした。バイトの唐揚げくんじゃない方。中国留学生だから、トーくんなんだけど、ほんとは。トーヤンくんなんだけど、俺たちは唐揚げくん、唐揚げくんって呼んでる。トーヤンくんって呼んでよ、日本語読みしないで。だって仲良くなるのに唐揚げくんって、お前唐揚げくん、唐揚げくん売ってんじゃねえよ、みたいな。ちょっとバカにしてるでしょ、それ。全然バカ、友好的だよ、トーくん。トーくんバカにしてるでしょ、それは。トーくんも気に入ってんだもん、唐揚げくんって呼んでくる。何気に入ってんだよ、お前よ。バカにされてんだよ、お前。トーくんのこと悪く言うなよ、お前。中国から出てきて一生懸命、お前勉強しながら、お前、昭和の国で働けんのか、お前。トーくん、ここはいいよ。わかる、わかるけども。ちょっと待って待って、じゃあトーくんごめん。ね、唐揚げくんごめん。ちゃんと謝ってください。唐揚げ、どうもすいませんでした。あと、あなたが唐揚げくんっていうのは、もし知り合いじゃないのやめてくださいよ。いやいや、じゃあ、むしろたまたまじゃあ、その、しょう、ちょっと待って、ちょっと待って、あんた名前なんつうんだ。僕、河野。すごい、お母さんお前のことなんて呼ぶよ、お前。お前のこと。カズオちゃんとか。カズオちゃんで呼ぶだろ。じゃあ、カズオちゃんよ。ほら、ほら、母でもないの呼ばれたら腹立ったこの野郎。めんどくせえな、おめえ。めんどくせえやめろ、この野郎。てめえ。おい、唐揚げくんくれっつってんだよ。お前、その汚いんだからちょろちょろのヒゲ通りがしろよ。てめえ、バーコードがピッ。230円だ、ほんとに。結構高えな、おい。ちょっと待って。何してんの？田中さん。はい、田中でございます。ちゃんと呼ぶと答えてくれるんだな。なんなりと。この、レジの横にあるこれほら。はい。コロッケとか売ってるこの、ケース。はい。ホットケース。ホットケース。はい、ここの、これ、この、はい、食べ物で言うと、はい、鶏肉を、ね、粉でね、まぶして。唐揚げくんですね。唐揚げくん。おい！唐揚げくん。おい、知ってんのかよ、おい！いや、もちろんですよ、商品のこと。なんで言ったさっきのその、唐揚げくんと。俺、謝ってんだよ、唐揚げくんに対して。なんだよ、それ。因果関係はもう掴めましたから、あなたとの関係性がもう掴めたからには、もう別に。じゃあ、あんた、じゃあ聞くわ。いや、あなた怒られても困る。ここでなんか揉め事になると、もう、うちの唐揚げくんは、ヤンくんの方は。どっちでヤンくんの方は。トーヤンくんの方は、ビザが曖昧ですから。おい！どっか曖昧ですから。はい。本当に、自分でチラシの裏で手書きで書いたビザっていうのを持ってきましたから。違法だよ、もう。オーバーステイだ、オーバーステイ。グレーです。グレーか。グレーです。はい。だから、なんでさ、唐揚げくんくださいって、そういう悶着するわけ、問答を。何がですか？唐揚げ問答すんのかよ。知ってんだろ、唐揚げ。ちょっと待って、警察が来た。はい、唐揚げくん隠れて。おい、隠すな。おい、いろよ、お前。状況出てるじゃねえか、ダメだろ、唐揚げ。お客さん、用はなってる。唐揚げをくれっつってんだよ。唐揚げを欲しい、食べたいんだよ、俺は。あ、わかりました。唐揚げくんですね。そう。唐揚げですね。唐揚げ、唐揚げ一つちょうだい。唐揚げくんと、熱々。おい、何知ってんだよ。何、ホーム、熱いでホームってなんだよ。落ちるよりは。落ちるよりはだけども。今のバランスだと落ちますから。お前が食ったら俺の空分減るだろうよ。絶対今のタイミングで、あなたがパッて取って食べるのは絶対無理だって話なんですよ、今。絶対無理だと思う。あなたの動体視力では絶対、あ、唐揚げくん落ちるな、スローモーションで地面に落ちる前にスパーンとって口で歩行は絶対無理なんですよ。いや、だけども。わかるよ、確かに演出落として撮ってみるみたいなやつでしょ。無理でしょ。ただですね、F1 ドライバーの星野さんという方は、できたらしいんです。みんなでお酒を飲んでる時に、バーのお姉ちゃんが落っことしたコップをそのパッと取って何事もなく飲めたらしいんです。さておき、だから俺の唐揚げの話何の鍵にもなってんだよ。俺の唐揚げは、俺の唐揚げ、まあいいよ、金払ってねえから違う、もう一個のやつくれよ。だから、それいいよ、お前食えよ。お前払って。いいんじゃねえ、ちょっと待って。俺の責任？俺？まあ、70%。おい！7割も？もうゼロとは言いませんけども。いやいや、ちょっと待って、おかしい。俺が30で。あなたが唐揚げくんをください、かしこまりましたって言ったじゃないですか。言った。この唐揚げくんはもうあなたの身内の唐揚げくんじゃないですか。え？
そうですよ、ね。いやいや、まだだってそれで、それがこう、落っこちたってことは、うん、あなたの身内が勝手に粗相を犯したわけですよね。熱いって言ってんだ、気持ち悪い。あなた、落ちたから揚げ食べます？いや、さと、それは食べないよ。で、あなたが、もし受け取って唐揚げくんを下に落としたとしますよね。うん、あなた、なんて言います？落ちちゃったら。うん、ああ、落ちちゃった、もったいねえ。それからどうします？ああ、もったいねえよ、捨てるしかねえわーって。で、私が、あ、お客様、こちらの方で、掃除よくございますんで、つったらどうします？したらもう、すいません、つって。いや、お願いしますって言うでしょ？店員の仕事ですから、それは。って言ったら。あ、そう言われた。あ、すいません。言うでしょ？はい。私はそれの間を省いたと思ってくださいよ。そしたらむしろありがとうございますで、ありがとうございますじゃないんですか？いや、これを、俺か超キモいよ、あんた。ちょっと待って、超キモい。超キモいだけ勘弁して。超キモい。なんで俺唐揚げくん買いに来てさ、超キモいとか言わないからね。もうウルトラつくやつですよ。ウルトラついじゃん？ソウルに対してウルトラソウルみたいな。なんでビーズできた？なんでビーズできた？超キモいですよ。ビーズが。何がですか？稲葉じゃねえし。稲葉じゃない。松本も、やん。トークンと田中弾けねえだろ、さ。トークンと田中のコンビネーションはビンでは全然ないですけども。一個かなんか弾いてんだろ、あいつ。もう、なら本当に、とにかくお願いしますよ。この唐揚げくんの方を引き取ってください。買うの？正直、あなた来る前に今の唐揚げくんの増量完備キャンペーンご存知でした？え、あんの？やってます。あ、あん、いや。知らないでしょ？じゃあ、全然行ってこいじゃないですか。初めて教わったやつですから、もう。え、じゃあ逆に言うと普段だったら、同じ個数ってこと？いや、下手すりゃちょい多いっす、まあ、え？俺の食べた分ね。あ、それもまだ俺、とんじる。同じ、ちょい、おい、何汁だそうですよ。いや。何ソースだ、それ。はい。オーロラを、オーロラと思って。見れんの、ここで。はい、オーロラをちょっとと思ったんですけど、オーロラ。なんでオーロラが出んだよ、そこでよ。いやいや、もうね、なんかじゃあいいや。あ、ちょっと待って、いいや。いいっすよ。いいっすよ、いいっすよって。ああ何あんた気が済むんでしょ。うん、俺、で、もう、早番のやつ変わるじゃない。いやいや、唐揚げをくれっすよ、唐揚げを。あ？でも買うから。買うからじゃねえ、売らねえや。なんだよ。売ってよ、食べたいんだよ、唐揚げくんを。知らねえよ、女食べたいって、食べたいって、お前さ、人のなんかこう人がせっかく客が来なきゃこっちはお前あれだぞ、お前時給分も突っ立ってないだけなんだぞ、お前まあ見てのがや、赤い手にしてさ、なんかピン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 やらされてさ、時給かんねえだぞ、お前が来ようが、お前が。いやいや、そういう仕事じゃんだって、ほら。何が？そういう仕事じゃねえよ。俺はここに突っ立ってんのが仕事だよ、基本の。え、それ認めてんの店長とか。知らねえんだ。言わねえもん。店長とかに。間違ってる。いや、お袋にしか言わねえ。お袋と唐揚げくんにしか言わねえから。そんなの本心は言わねえから。関係ねえ。マジでさ、ちょっとおかしいと思うんだよね。おかしかねえだろ、おめえよ。突っ立ってるだけで時給もらえるっていうのはそう。お前何の仕事してんだよ、家でよ。え？うん。俺？うん。俺は、家でぼーっとしてる。ぼーっとしてんだろさ。お前ぼーっとしてて親が飯運んでくれんだろ。そうだね。で、じゃあ自主的に親孝行とか毎日すんのか。いや、別にしてねえけど。暑いしな。うるせえしな。うるせえんだよ、だから。そうだ、親とうるせえだろ。一緒だよ。偉いな。だろ？そういうことなんだよ。働いてんだ。ああ、働いてんだよ。な、お前の袋によ、ちょっと言ってよ。唐揚げ持ってきてくれ。あれ、ちょ、おかしい。うまいなぁ。なんかそういうことなんだ。で、いいの？うちの袋の唐揚げでいいの？あ、全然いいや。そんなうまくねえけど。なんか唐揚げって竜田揚げみたいな感じの衣の。しっとりしたやつか。しっとりしたやつ。しっとりしたやつ。なっちゃうけどいい？お前の袋、顔は気持ち悪いよ、料理はしたわよ。知ってんのかよ、俺の袋よ。おい、お前の顔。いいよ、唐揚げはバカにしろよ、竜田揚げだけど。押した。顔は言うな、お袋の顔、お袋の悪口言うな、お前。そんなお袋で俺のこと壊してくれてんだよ。ああ、もう買ったりは客買ってるよ。今日閉めるわ。今日閉めるわ、本当に。これ台風の時しか閉めんなくなっちゃった。閉めるわ。俺台風波よ、俺。台風波にめんどくさい？うざさは台風波だよ、もう。いつまで待っても目に入ってくんねえしよ、なんかよ。目に入るわ。ぐらいの店員さんが最近多いな。いい加減にしろ。どんなんだ今の落ちてるんすか？別に終着駅なんか考えないでしょ。むしろ終着駅は何かって言ったら、この3時29分っていう時間が終着駅。なるほど。
じゃあ結局、あれ、そういう店員がいると。いるし、世の中はすごい間違ってる。ただ、特定の、はい、その、コンビニエンスストアに関して言ってるんじゃないですよ。ですよね。そうですよ、僕は。人ですからね。人ですよ。コンビニエンスストアが悪いわけじゃなくて。なくて。で、もちろん真面目な人が 99.9% ですよ、はい。そうですよ。社員教育が行き届いてるから。それはそうですよ。ただ、あの店だけは。はい。ね。お前の言ってるあのスーパーと俺の言ってるあの店だけはちょっときついです。ちょっときついですよね。よかった。唐揚げくん売ってる店は全然なんともなくて。俺たちがコントの題材にしただけでな。ねえ、よかったですね。しかも美味しい上に増量キャンペーン中だからな。キャンペーン中ですから。きっとこれ聞いてるやつ今すぐ買いに行くぜ。行きますね。これでいっか。はい。